私は北村金三郎と言います。72歳です。はい。線香を作るのを仕事としています。線香っていうのは、長細い形で、また写真ないしビデオで見てもらったら分かりますけども、形はそうなんですけども、香りが命で、香りが大事なんです。私は、27歳の時から、線香屋っていうかこの道に入りまして、です、作業というか工場で仕事をするようになったのは、35歳ぐらいからです。あとするもんがないんで自分がやらなくちゃならないというようなことでしたですね。はい、私だけじゃなしに、まだその当時は、職人さんがもう一人いてましたんで、その人と一緒にやってましたが、で姉妹とうとう最後は私一人になってしまう。やっぱり大事に体力は必要でしょうね。根気がなければ続かないですね。ずっとやっていく、持続していくあれですね、力ですね。南蛮貿易っていうので昔にトレードですね、東南アジアとの、それでこうそういう香木が入ってきたんですよ。それ薬でもあるわけなんです、白檀は薬じゃないですけども、人工っていうのは薬なんですけども、そういうのがまた非常に香りをしてましてですね、それを香りの中心にして、それで他にいろんなもん、レシピこしらえてですね、いろんなもんいっぱい入れて、香りのハーモニーですね、だからあれですよ、クラシックで言えばどういうんですかね、ピアノを弾く人もあればバイオリンを弾く人もあれば、というようにもういろんな楽器がこういっぱいな一つになって曲ができますけども、それと同じような感じでね、線香も香りを作ってるわけです。いないですいません。この手作りのハンドメイドのね線香はもう私で終わりでしょうけども、オートメーションでやってられる方はおるんで、いいでしょう手で作った線香の方が形は悪いですけどもねオートメーションの方が線香の一本一本のあれでもピーンと綺麗ですけどね、やっぱり手作りのこう温かみというかね、そういうのが伝わっていくんじゃないかと思ってるんですけどね、さあ潰すんじゃないですか
まあ誰か他人さんでね、だけどこれはね、さっき言ってましたように非常に難しい仕事ですんでね、もう今の若者ではなかなかこういうことやらないです。